プリンポです。トロです。ヨです。今回は岸田動画ですね、うん、で見てくださいっていうのがコメントであったの。そうだ ね、これも売ってくださいと。今回はネクスジェンのジェットブラックです、うんうん、前の動画にネクスジェン6だったのがあるけど、で6はもうワンフレックスでもう範囲広め、うん、だけどブラックはちょっとアスリート目の感じじゃないかな。うん、ブラックってついたらやっぱりちょっといいんだよ。仮面ライダーブラックもそうだったし、なんとなく。ということで、めちゃくちゃどうぞ。はい、どうぞ。ドラゴンだな。いいじゃん。そうです。はい、見た目ですね、もうほぼ真っ黒で、うん、ジェットブラックっていうだけあるからね、うん、こういいけど、うん、渋めでね、うん、ディープめの質感が高くない、こんなクラブに見えるよ、ね、そのネクスジェン6よりもジクラブ感があるよね。クラブ感はある、うん、体積どうなの460、ちょっとちっちゃいのかな。455だよ、そんなに変わらないね。もうディープフェイスだから、うんうん、いや、パッて見て、あ、ちょっと 5cc ちっちゃいかなって思ったもん。いや、そこまではこの感じないけどねで、ヘッドも 202g だよ。 B ウェイトヘッドだよ、うん、ただこれはね、そのカチャカチャついてない部類で言うと重いわけ。うんうん、あのピンも重ヘッドって言うけど、スリーブ入れて205とか7ぐらい。うーん、これスリーブなしで202だから、まあ、重い、ちょい重い、うん、バランス出てんの。バランスちょっと出てるね、2-3ぐらい。でも短いもんね、 45.25 だから、もう明らかにネクスジェン6とは違うものが、うん、叩ける人、うん、曲げられる人みたいな感じ。319g だよ。あー、すごいね。1個下の純正でも 309g だよ。ネクスジェン280切ってたよ確か。じゃああれだね、ネクスジェンじゃ物足りねえなっていう人とかはこっち売ってみたらどうですかみたいな感じなんだ。そうだね、うん、ラウンドでどっち使いたいっつったらね、どっちも使いたいけど全く違う球で使いたい。ああ、そういうこと。ネクスジェン6はもう逃がして右からドーン、こっちは逆にフェードで、ブラックってかっこいいね、うん、形もかっこいいね、デザインも。
にないものだよね。なんかあんまり人が持ってないもの、ジクラブに見えるしさ、うんうん、でも値段は安いわけや。ジクラブと比べたら安いかもしれない。3分の1ぐらい。そうなのにジクラブっぽい、うん、こだわりがあるクラブって感じだよね。そうだね、うん、来年あたり、うん、来るんじゃないかと。ネクスジェンの新しいやつを、ね、楽しみに。確かにこのネクスジェンの6とジェットブロックは作ってるその設計の人がそもそも違うらしいよ。次に出るやつはちょっと6よりなのかな。まあ分かんないけどね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。